皆さんこんばんは。五所川原商工会議所花火大会実行委員会の半田と申します。新型コロナウイルス感染拡大の影響で五所川原市においても立ちねぶた花火大会をはじめとする祭りが2年続けて中止となってしまいました。大変残念です。ワクチン接種が進められていますが、いつになればコロナが収束するのかまだまだ分かりません。そんな中、精一杯頑張っておられる医療福祉従事者の皆様、本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。そして今もなお必死で我慢を続けている五所川原市の飲食店や観光関連をはじめとする多くの事業者や従業員の方々も、本当に大変な思いをしながら日々頑張っていることと思います。今皆さんはご家族をはじめ大切な方たちと一緒に過ごされているのではないかと思います。まだまだ大変な状況ですが、大切な方との夏の思い出になればとの願いを込めて、これから少しばかりの花火を打ち上げます。この花火をご覧いただき、皆様にとって少しでも活力になりますよう願っております。それではどうぞご覧ください。ありがとうございました。